もうなんだろうな、18年ぐらいダブルレーンやってるけど、生まれて初めてダブルレーンで横 G 感じたね。もうパンパンだから、もう陽モーメントしか出ないようなテストなんだけど、ハンドル切った瞬間に昔のこう同走できる 4WS みたいに、ハンドル切った瞬間にこう横飛びしていくような感じでバーンとこう横 G 感じて、それで元のレーンで戻ったらまたバーンという感じで、もうミニのあのゴーカート感覚がこの C のワゴンで行われてるっていうのがすごいね。もうちゃんとサスが動いてストロークして、その代わり思いっきりこう危険回避やると、もうミニみたいなゴーカートになっちゃう。まあ今 C は日本で導入以来かなり売れてるというふうに聞いてますけど、やっぱり日本人のお客さんはあのそんなセールスマンから難しいことを説明受けなくても、なんかこう空気読んでこの車があの なんぼのもんじゃいっていうのが分かるんじゃないかなって気がしました。すごい どうですか。すごいな。すごいですよねこれ。ポルシェかよ。本当に基本性能の高さと ESP の制御の緻密さが、もうドライバーがやりたいと思ったことを正確にやらせてくれるという意味では、もう完敗したいですね。アウディって面白い自動車メーカーで、前も 雪道の DST を随分前にやったことあるんだけど、上から順にいいのね。だから車軽きゃいいなんていうのは嘘っぱちで、あの一番やっぱりコストかけてる車からブレーキもいいしハンドリングもいいし、だからやっぱりそのアウディの真骨頂は A1 にあらず、そのアウディのコア技術を見ると、やっぱりクワトロでありアルミボディでありディーゼルで、最近はそこに今度 e モビリティっていう新しいあのハイブリッド技術がアウディこだわってますから、というかこの8はあのすごい。でダブルレーンはあのそうだな、なんか背の高いアルファロメオって感じで、もう非常にステアリングのシャープさとか、あのボディロールのしっかり感というのがあって、驚くほどこのボディの大きさ重さを感じさせないで、水すましのようにですねダブルレーンをできます。ただもちろん当然、裏側では ESC、まあ、ポルシェの場合 PSM って呼ばれてますけど、 PSM がもう介入してますね。介入してもでもスロットルはまだお仕置きモードにならないので、ブレーキ制御で介入してアクセル踏めば活かしてくれる。だから常にドライバーの意思を尊重しながら、あの安全性安定性と、その走る操縦性をバランスしている。そこがあのやっぱポルシェらしいですね。